大丈夫そのズラ。いやきついっす。東急ハンズで購入しましたが、これあれですよね、だいぶ岡野っすよ。岡野だね、岡野だね。でも俺はやっぱこのパッケージ見て買ってるわけですよ。なるほど。お嬢系ヘアって書いてありますね。ツヤツヤのキューティクルをイメージしてね購入しましたが、岡野だよきちいだよこれ、こんなん使えねえよダメだこれ、ダメだなこれ、お蔵入りになりましたこれ。お化けっすこれ、うん、これ詐欺だねちょっとこれは本当に明日新しいのを買いに行きます。それでは。